何？山の方から風が吹いたでしょ？お願いしたの？いい気が流れてきてるのね、上から、うん、でここ水が上から流れてくるでしょ？ここなんていうか、すがすがしいエネルギーなの、とっても。で、入ってきてすぐ見えるなんていうの、女の神様がいらっしゃるんだけど、なんかすごく、なんていうかな、女神女神のような人が見えるわけ、私には、うん、で、その方、この正面のどっちかっていうとこっち寄りにいるの、ま、真ん中じゃなくこっち、こっち側にいるの、この、こっち側こっち側にいるから、だからこっちが何かなと思ってこっちに来たのね。いいエネルギーの方に行きたいから。そしたらここにほら川があって、上から流れてくるでしょ、流れがあるじゃない。それでお願いしたので、あの入り口のところに 竜の狛犬さん、水だから竜神様がいらっしゃるから、なんかこう竜神様と女神様みたいな、なんかそんな感じがして、でここに来てお願いしたの、エネルギーをくださいって。あのちょっとすごいすがすがしいエネルギーがこう水のように流れてくるの、ここさーって。だからいい気をあの視聴者さんにもあのもらっていただきたいと思って、流してくださいって言ったら風がバーって来て、あー来た来たと思って。この冷たい空気のこと、そうわーって上から来たでしょ、降りてきてくださったから、あ今動画で撮れてるなと思って。ここいいよ、いい気が流れてるよ。こっちまで来ていただきたいな、もしここにね来られる人がいたら。わかんない、すがすがしいエネルギーがシュパーって流れてる。さっきヨシさんからここのご祭神を聞いたじゃない。で、アマテラスオミカミさんだっていうふうにおっしゃられたけど、なんか私の中でこの方がアマテラスオミカミさんって分からなかったの。なんていうの、天女のような美しい女性で、流れるようななんかそのエネルギーがあったから、なんかその時の神社によってお祭りされてるアマテラスオミカミ様っていう方が、その神社によってそのお姿が変わられるから分かんなかった。うん、でもすごく、すごい、どこを見てらっしゃる、この上、ここにバーンっていらっしゃる、バーンって。手が流れてきてる、こっちから。うん、なんか空気を感じるかな。そうでしょう、動きがね、やっぱり気がいいところって流れてるから、常に滞るっていう言い方があるじゃない、気が流れてない、滞っちゃって止まっちゃってるのね。でそこに溜まっちゃうのよね。でも気を流すって、そこすごい流した方がいいから、ここ流れてる場所なのね。よくあのエネルギーラインとかあるでしょ、私それ分かるから、ここで言うとここだね、このラインだね。うん、いい気が流れ、あ、ちょうど鳥居もあるのね。こんな感じね、こんな感じ。いいよね、ほら風がね。なんか心を入れ替える時とか、何かやる時に何か変わるとか、気を流す、なんか溜まってるものがあったり、何かどうしていいか分からない時とか、なんかそういう時に来て流すっていう、ここいいと思う。何かを祈願するっていうよりも、一回リセットみたいな、切り替える、うん、急ぎ神社的な感じ。うん、やっぱり切り替えるって大事で、
人ってなんかうまくいくように考えてるんだよね、一生懸命。でもそこを考えている世界っていうのだけを見ていると、実は答えは違うところにあるから、一回そこから抜け出るの。そのじゃあその場所が階数でいうとエレベーターの7階とするじゃんそれをあえて、実はその答え11階にあるから、7階にいるっていう自分に気づいて、ずっと居続けると分かんなくなっちゃうからね。だからそこから一回出るのよ。出るっていうことすると違う階が見える、見え方が変わるでしょ、11階の方がもうちょっと上の方から見える世界が あるから、そこに答えがあるかも、そういうものなのよ。これって神様の世界のお考えっていうかなのよ、友人様がね、やっぱり人気だからここいいよね。初めて見たもの、友人コマンドさん。龍神様よね、結局狛犬っていう風に言ってるけど龍神様よね。でしかも一応あと鵜になってるのかな。ね、そうだね、結局あと鵜だね。わかる物事はあと鵜ですよ。いい神社でした。